ゲームしてんだよ、挨拶しろ。うわー、トレーナーさん、今すぐ目をつぶって、はい、今すぐ。エルかわいいよ、私がエルコンドルパサーです。そんなわけねえだろう、マシバクゾ。なんか別の動画でもやったな、この流れ。何をつけてるって？エルエルが顔にマスクを装着することで、弱虫から強い自分に変身するんだよ。常識じゃん。エルエルがマスクを装着する理由を聞いてんじゃなくて、お前が男性用ブーメランパンツを装備してる理由を聞いてんだよ、ボケ。だって手頃なパンツがなかったんだもん。なんでパンツ装着前提なんだよ。マスクをつけろ。はいはい、オッケーオッケー。前振りバッチリ、オッケーオッケー。さて、ここまで見てくれた皆さんはこの動画で何を解説するか、もうお分かりですね。そう、これから、ゲームウマ娘。トリビアをご紹介。エルコンドルパサーの解説じゃねえのかよ。馬脅威伝説は、パンツ1枚状態で作られた曲だった。馬脅威伝説の作詞作曲は、メタルギアシリーズをはじめ、数多くのゲームミュージックを担当している、本田明宏氏によるもの。そして、この曲は、ワインを2本開けて、パンツ1枚になった状態で作られたものなのです。わあ、まあ歌詞もメロディーもぶっ飛んでるし、シラフじゃ確かに作れないかもな。人参栽培、人気タイトルのリリースが近づけば、必ず出てくるのが、まとめサイト。馬娘も例に漏れず、まとめサイトが作られてましたが、事前登録がスタートしたのにもかかわらず、一向にリリースされない。まとめるネタがないわ。そんな中、とあるまとめサイトで、ウマ娘、ミニ人参の栽培方法と育て方のコツ攻略、初心者の手軽で安心、という記事が投稿されました。人参はウマ娘に欠かせないものと前置きし、栽培時期や育てやすい品種、育てる環境などについてまとめられていました。当記事の投稿時期は事前登録から、1年が経過した頃であり、頼む、新情報を、ウマ、ぴょい、と、管理人のコメントにその当時の状況の壮絶さが垣間見えた気がしました。ウマ娘の谷間ができる基準は、80から81。実は、ウマ娘たちの 3D モデルにおいて、谷間が表現されるのは80から81の間ということをご存知でしょうか。バスト81のスペシャルウィークには谷間が表現されており、バスト79のナイスネイチャにはありません。この谷間ラインが80なのか81なのか分かるのはバスト80の馬娘であるマチカネタンホイザ、雪の美人、桜千代脳のいずれかと実装されるまではお預けとなっていましたが、マチカネタンホイザがマリタブライアンの育成で登場。そのライブ映像を見てみると、ドドン、ということで、馬娘の谷間が表現される値は80ということが分かりました。ちなみに70代と90代を比較すると。キャラ指定の詞でライブをすると、モブ馬娘のダンスが見れる。可愛い馬娘のライブを楽しめるライブシアター。本来歌唱してほしい馬娘を選択するこのモードですが、実は、ここで指定の詞を選ぶと、いわゆるモブ馬娘がダンスをしてくれるという仕様があるのです。作り込み半端ないな。ちなみに歌声は、ライブで選択できる馬娘からランダムで選択されます。馬の漢字にこだわる。実は馬娘のコメントなどに馬と入力すると、こんな字に変換されます。へえ、馬娘たちの日本足で華麗に走り抜く様を、こういった細部にまでこだわって表現して作ってるのが素晴らしいですね。いかがでしたか？今回はエルコンドルパサーについて解説しました。未然も触れてねえだろうが、冒頭で触れただろうが、冒頭で可愛い可愛いって言ってただけだろうが、マスクも被っただろうが、あれはブーメランパンツだろうがよー。